はいどうもグッサンです。モンハンライズ実況やっていきたいと思います。それでは続きのデータから始めていきます。今日はね、怪クエストをやっていこうと思います。簡単なクエストからで慣らしていかないとね。お、話をしたい人がいます。ちょっと話をしてきましょう。頼みがある。話す。来たなグッサン、ハンター生活はどうだ。お前にはハンターとして狩猟をこなしてもらう以外に頼みたいことがある。困っている里のみんなの願いを耳に傾け、手を差し伸べてやってほしい。これが俺からの頼みだ。急な話でどういうことかわからぬ、そんな顔だな。言うより習うより慣れろだ。試しに簡単なお使いを頼むとしよう。あるアイテムを俺に納品してほしい。準備ができたら俺のところまで来てくれ。依頼サイドクエスト。依頼サイドクエストとは、青色の吹き出しが出ている里の人々から依頼されるサイドクエストです。小型モンスターの討伐やアイテムの納品など様々な依頼をこなすことで お礼に報酬を受け取ることができます。依頼内容を達成したら忘れずに依頼人のもとへ報告しましょう。納品依頼は指定のアイテムを依頼人に直接納品する必要があります。依頼人に話しかけると納品依頼のリストが確認でき、A で納品することができます。生産アイテムは採取することで自動で納品されます。 OK。 こんがり肉1個の納品。なんでこんな持ってんだ。あ、ダウンロード特典か。納品。オーグさん、早速依頼をこなしてくれたな。礼を言うぞ。いい匂いのこんがり肉だ。里の衆はそれぞれの立場で里のために努力をしている。だがその中で時につまずくこともある。その時はお前が俺の依頼を聞いてくれたように、ハンターの立場からできることがあれば助けてやってくれ。里のみんなで助け合い、強固になったつながりはお前を支えてくれるはずだ。この調子で里のみんなとの絆を深めてくれ。回復薬10個をもらいました。他に話したそうな人はいた。いたいた。何？大かけり虫で人ったり。大かけり虫でいいのかな。先輩ハンター羽長、あんた大かけり虫って読むのか。大かけり虫って知ってるか。その名の通り大きなかけり虫なんだが、大かけり虫の糸はとてもなく強靭で、こいつの力を借りれば遠いところまで人飛びで行けるんだ。だが大きな体格で制御が効かなかったり、匂い玉草を見つけるとそこに居座ったりと、普段使いするには不向きな生態なんだ。だからこの地域では大かけり虫を各地の匂い玉草に放して住まわせることで、その場所特定の移動手段として使うらしい。どうだ、気になるだろう。ほら俺の捕まえた大かけり虫をやるよ。後輩に手を貸すのが先輩だからな。狩りの途中、匂い玉草を見つけたら話してやってくれ。狩りが快適になるよ。大かけり虫はハンターを特定の方向へと大きく飛ばすことができる環境生物です。各フィールドに何箇所かある匂い玉草に、里でもらった大かけり虫を放つことで使用できるようになります。大かけり虫の所持数はアイテムポーチで確認できます。一匹も大かけり虫を所持していないときは、匂い玉草を大かけり虫を放すことはできません。中には初めから大かけり虫がいる匂い玉草もあります。 OK。 あとはないかな。こういう時はマップを見るといいと聞いた。里内移動で集会所の準備エリアにいるけど、まあ後でいいや。
まずは怪クエストをこなしていきます。絶好の資料日和ですね。あら、お帰りなさいませ。宇津市教官の基礎訓練クエストいかがでしたか？何事も基礎が肝要、私にもよくわかります。例えばうさ団子の極上の味わい、これはよもぎちゃんが団子の基礎、すなわち原材料を厳選しているからこそ。さて、愛しのうさ団子に思いを馳せつつ、クエストリストに星1が追加されたことをお知らせいたします。用意されたセレストクエストをクリアして、どんどん上の段階へ突き進んでいくもよし、好きなクエストをのんびりこなして自分が思うハンターの道を歩んでいかれるのも良いでしょう。それではクエストリストをご覧くださいませ。クエスト、里へ集会所のクエストをクリアすることでハンターズギルドから信頼を得ることができ、依頼されるクエストが増えていきます。クエスト難易度のレベルは星の数で表示され、数が多いほど難しくなります。って長いなこれ。いつも通りか。セレクトクエストってのをクリアしていけばいいんだな。黄色の吹き出しを話している人にもクエストが用意される。技術を学ぶこともできる。よし、オッケー。訓練クエスト。ではご覧くださいませ。総流と捕獲、あとでいいや。里クエスト、探索ツアーは別なんだ。探索ツアーはいつも変わらん。あ、時間制限なくなったんだ、すげえ。あ、何度力尽きてもいいんだ。特定の小型が大量発生、蜂蜜が増殖。うん、これは助かる。まあ今はいかない。レベル1、ホオズキコロコロ、火玉ホオズキ8個の納品。まあ無難にこの辺かな。ああ、そうそう、そういえば重ね着装備というのを聞いたんですよ。見た目だけを変えられるって。このダッサい見た目から見た目を変えようと思います。見た目、あれ、あああれか、初期装備はできないのか。じゃあこのギルドクロスにしてみよう。うん、黒帯よりはかっこいい。とりあえず出発です。狩猟スタート。どこにあるんだ。初めて訪れたフィールドのマップは全体が雲で覆われて見えません。各地を探索することでその場所の霧が晴れて見えるようになります。一度も狩猟したことがないモンスターは共通のアイコンで表示され、正体が見えません。そのモンスターに発見されることでモンスターアイコンに切り替わります。また一度でも狩猟を行えば複数がマーキングをしてくれます。その後はクエスト開始時からマップ上にモンスターアイコンが表示されます。便利。納品、ターゲットアイテムを納品することでクリアできます。生産アイテムの場合、採取することで自動で納品されます。運搬アイテムの場合、アイテムポーチに入れないため支給ボックスへ納品します。運搬アイテムを持ち抱えた状態で支給品ボックスに近づくと A で納品することができます。支給品ボックスに納品したアイテムは取り出すことはできません。 OK。 マップの緑の丸が納品する素材の取れる場所だ。いざ採取。宇津市教官助かる。ん、こっちにあるな。マップのこの辺、この辺、この辺、あれかな。おお、これだ。納品完了。2個取れた。
でこっから降りればいいのかな。バシャーン。でここは飛び降りて、あとその辺にもあるな。どこだ、どこだ、あれか。よし、これで3個納品しましたね。あと3個どこにあるんだろう。マップ上には表示されてないぞ。こういう時はガルクに乗ればいいのか。はやて行くよ。頼む。採取ポイント、採取ポイント。おっとモンスター、外した。あら、結構倒してくれちゃうんだね。もらっていく。採取採取。無駄にはせん。まだ一匹残ってる。あお、倒してくれた。音も優秀。もらっていく。さてどこに落ちてるかなと。出しても小型倒すぜ。ありがたく、ありがたく。無駄にはせん。さてあと一匹。よいしょ。お、蜂蜜じゃん。こんな感じで取れんのか。お、勝手にグレートになった。マップを開拓していかないと。お、開けた。こっちの方にはない。こっちはどうだ。ガグアだ。卵は納品するのめんどくさいから、あとこっちかな。こっちだ。なんだこれ、青キノコ。人玉取り。かけり虫だ。よいしょ、取っとこう。逃げちゃった。ん？野生のかけり虫なのね。逃げるまでは自分のかけり虫として使えるぞ。おお、こんなことを教えてくれるんだね。お、なんか道がある。拾っとくか。この辺なんだろう。ツタの葉あると便利。もう下の採取ポイントが復活してる。あれ、この辺にもある。どこだ。え、この上どうやって登んだ。あ、こっちから行くのかな。あれ違う。
あれか、壁ダッシュというやつか。効果。登れたー。しかし見当たらない。スタミナに注意。スタミナが減ってる。回復回復。どこにあるんだ？上かな？登りきれない。どっちだろう。あー、落ちた。落ちた先にあったー。あと一個。あれ違う。これで合ってるんじゃないの？まあいいや、さっきの最初ポイントに戻ろう。あれ？この、あったあったあった。6。もうあったあったあった。はい、クエストクリアー。さすがに簡単すぎた。マップを開いておこう。あー、終わっちゃった。我は惑わず。うん、さてお供が結構いろいろ拾ってくれてるな。ありがてえ。さて帰ってきました。話したい人がいるようです。どこだろう。あ、準備エリアか。行ってみるか。ぜひ見ていってください。いやー、こんにちは。グッサンさん、いらっしゃい。装備について何かお困りですか？防御力に不安があるというなら防具強化がおすすめですよ。持っている防具の性能を上げられるんです。もし防具強化に必要な鎧玉を持っていたら僕を訪ねてください。すぐにでもお望みの防具を強化しますから。頑張ってくださいね。うん、オッケー、ありがとう。アイテムボックス、あ、アイテム整理しなきゃ。拾ったアイテムを勝手に入れてくれんのかな。さっきあんま拾ってなかったけど、とりあえず降りて、あ、ミノトさんに話しかけるってある。受付いたします。お待ちしておりました。集会所でのクエスト受付は私ミノトが受けたまわります。ええ、ご存知かもしれませんが、集会所では多人数のハンター様に向けたクエストを用意し紹介しております。クエストには星1、星2などのレベルが設定されておりまして、星の数だけ難しくなるとお考えください。ちなみに集会所では1から3を下位、4から7を上位と区別しています。はい。まあ、あなた様であれば上位に行くのはあっという間でしょう、と日の江姉様がおっしゃっていました。そして集会所ではハンターランク、通称 HR によって、ハンター様が受付可能なクエストを管理しております。ハンターランク1のハンター様は星1、ハンターランク2であれば星2といった感じです。ハンターランクを上げていく方法についてはまた後ほどご説明いたします。まずは上位を目指してくださいませ。ちなみに他のハンター様のクエストに参加される場合は、あちらに、あれに見えますクエストボードからご依頼とお手続きをお願いします。クエストを受注しましたらクエスト出発口より狩りへとご出立ください。そういえば先ほど集会所クエストは多人数向けのクエストと申し上げましたが、腕に自信がおありでしたらお一人での狩猟でも問題ございません。
あと集会場の施設はご自由にどうぞ。2階には準備エリアもございますので、狩りの前は入念に備えるが肝要かと。これで全部伝えたかしら。後で日の絵姉様に確認しなくては。それでは星1から開始となります。ご分を。集会場へようこそ。イベントクエストはいつもと変わらず。イベントクエスト、ダウンロードクエストかな。イベクエは、おお、いっぱいある。集会所クエスト回、受注可能なクエストはこちらです。あ、大型の狩猟か。こっちは後で挑戦してみよう。もうちょい装備が整ってからかな。とりあえず村会をこなしていこう。一旦こちらは後回しで。あら、いっぱい座ってる。可愛らしい。里クエストの実際室はどうしよう。納品クエは今やったから、この社に住まう無法者ってのをやっていきましょう。ジャグラス8頭の討伐クエスト受注。お待ちしております。お待ちしております。あ、 ZR で出発できんのね。出発します。アップの赤い丸がターゲットの居場所だ。いざ討伐。結構いるな。今回は支給品をもらっていこう。歩きながら食える。おう、いたー。まずいとー。トーン。無駄にはせん。あとどこ行った。今いたよね。トマと睨み合ってた。もらっていく。あと一匹いるな。どこだ。今倒したやつかこれは。もうファンゴがいる。とりあえず次へ向かおう。こっちかな。こっちに道なかった。どこだ。
もうちょい先。お、いたいたいた。まあ武器が強いから余裕ですな。もらっていく。あと2頭どこだ。そっちにはいないよね。赤い丸だからあっちだよね。ああ壁走っちゃった。あこっちじゃないや。いやこっちで合ってるか。あれおお登った。匂い玉そうに大かけり虫をセット。おお。こっちではない。骨取ったけどこっちじゃない。フィールドのあちこちに草が生えています。草々草を攻撃すると伐採でき、その中から人玉鳥が飛び出してくることがあります。また、稀に領具生物が草々草の茂みに潜んでいることもあります。こんなものがあるのか。各地のフィールドには先人の遺物が隠されており、古めかしい手記をそこから入手することができます。古めかしい手記にはその地にまつわる伝承が少しずつ記録されており、ハンターノートの手記帳でその内容を確認することができます。また、雑貨屋のカゲロウはこういった手記に興味があるようです。古めかしい手記を初めて見つけたら、カゲロウを訪ねてみましょう。OK。いた。あと一頭。いたー。はい、できたー。しまいだ。ありがとく。剥ぎ取らなきゃ。ありがとく。よし。あ、メラルがいたのか。おお。落とし物が落ちてる。メラルの落とし物。ふう。クエストクリアー。おう、グッサンよ。チャイのヨモギがお前のことを探していたぞ。ずいぶんと困り果てた様子だった。すぐに行ってくれ。ヨモギちゃんのところへ。ゴーです。あ、グッサン、大変大変、大事件だよ。とんでもない、
緊急したひぎ。うー、下噛んだ、言ってて。そうそう、あのね。大社跡で急におさいづちが暴れ出して、もう周辺では天安縁や。そのおさいづちに、馴染みの行僧人さんが追い回されてるらしくって、私もう心配で心配で。お願い、おさいづちを狩猟して。狩猟してくれてる間に行僧人たちは里のみんなで助け出すから。やってくれる？もちろん。ありがとう、ぐっさん大好き。おさいづちの狩猟は緊急クエストで日の江さんのところに届いてるからね。緊急クエスト、ついに来ましたよ。その前にこちらですね。おや、こんにちは。グッサン殿、手にされている古い手記を見せていただいてもよろしいですかな？ふむふむ、なるほど、ほう、興味深い。こちらの古めかしい手記は相当昔に記されたものですな。もしかしたら各地にまだ知られざる誰かの手記が残っているかもしれ、眠っているかもしれません。そういったものは大変価値がある。それがしは行商人という商売柄、見聞を広めるためにこういった文献を集めています。それを私に見せていただければ、ささやかなものですがお礼もご用意いたしましょう。手記ですが、普段誰にも立ち寄らない場所などに案外残されているかもしれませぬ。では、よろしくお願いします。それでは。日の江さんに話しかけると。まあ、とりあえず今日はこの辺にしときましょう。とりあえず一旦セーブ。緊急クエストはまた明日。では今回はこの辺で失礼いたします。本日もありがとうございました。